どうも、おやっとさわです。入江健です。今回は前回の宮崎ラーメンツーリングの後半ということで、インスタグラマーの川崎徹さんと一緒に都農場の元祖まぜそば黄色さんにお邪魔して、徹さんは東京まぜそば、入江は中華そばを食べてきましたよ。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎ラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。この動画の提供は、濃厚豚骨食べたい人、入江県もお気に入り、霧島市地域一番超濃厚豚骨の店ラーメン王角、鹿児島のうまいよこの一杯に、霧島市で味わう濃厚ダブルスープと自家製麺がうまい進化系鹿児島ラーメンの薩摩のラーメンの提供でお送りします。入江県ラーメンズクラブおよびこのチャンネルはご覧の各店舗様のご協力によりお送りいたします。いつもご協力ありがとうございます。元祖まぜそば黄色さん、入江県ラーメンズクラブ協賛店です。クラブメンバー様に何かしらの特権があります。黄色さん、ご協力ありがとうございます。ラーメンインスタをやってる川崎徹です、はいはい、今日はよろしくお願いします。これはデルシス1000というやつです、ね、でけー、1000リッター、1リッターですね。そうですね。はい、どうも、やっとさです。入江です。私は今、宮崎市内の方からですね、都城市内の、向かってますというか、もう都城市内なんですけど、ちょうど目の前に表札で石山観音池公園というのが見えてますね。今向かっているのは宮崎市の東京まぜそば黄色さんです。今年の春にオープンしたお店で、本当にね、つい最近もね、訪問して配信したばっかりなんですけど、前回からの続きの下りで後ろの方で今ラーメンインスタグラマーの徹さんがね、バイクで追っかけてくれて、でまあ徹さんがね、この黄色さん今食べれるかどうか、今日ちょっと2食目なんでどうかわかんないんですけども、まあ、一応徹さんアテンド的な感じで黄色さん行ってみようかなと思ってます。東京まぜそば黄色さんね、まぜそばもありますけども、中華そばもありますので、前回ねまぜそばをご紹介したので、今度は、中華そばをご紹介できたらなと思います。撮影許可の方はいただいてませんが、まあ、なんかいつもウェルカムな感じなんで大丈夫だと思いながら向かっています。さあ、後ろの川崎の徹さん、2杯目食べれるかどうかはちょっと分かんないんですけども、どんなラーメンであるかね、楽しみにしながら気をつけて行ってきます。さあ、ここの、都城警察署前を右折します。はい、するとですね、すぐ目の前に黄色さんですね、到着です。よっ、さあ、徹さんの方が先に着いちゃいましたけど、お客さんも少ないですね。よいしょ、到着です。さあ、行ってみましょう。数ヶ月ぶりですけど、こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。テレビやってたんでテレビ見てきました。いや、鹿児島だからテレビ見てないっちゅうの。鹿児島ラーメンナビテレビ公式クラブ会員募集中です。協賛店に行けばトッピングやライスが無料など、何かしらいいことがありますよ。宮古野城渋士道50丁インターから車で10分くらいのところにあります宮古野城市東町、元祖まぜそば黄色さんに徹さんとお邪魔してます。こちらが黄色さんの発見記になります。
今回この中からトールさんは入江おすすめの東京まぜそば、私入江は中華そばにトッピングでチャーシュー2枚味玉をプッシュしました。しばらく待っていると入江の中華そばから着丼、続けてトールさんの東京まぜそばも着丼です。香りがやばいでしょ。やばいっすね。なんか一言にしてますよ。人気がどうですか。あれですね、うまい。結構ミンチとこのあれと麺がすっごいもちもちしっかりしてて、うん、でもちもちしますよね。もちもちです。さっきまで入らないって言ってたような人と食べっぷりではない。いい食べっぷりだ。いやいやいや、牛もいい感じで絡まって、さあ中華そばも食らっちゃいます。まずはスープから。うわ、このスープめちゃうま。あっさりしながらしっかりとしたコクと出汁の旨味を感じるスープ。スープのベースは鶏ガラ豚骨のチンタンスープ、椎茸と数種類の野菜、煮干しと干しエビなど12種類から出汁を取っているそうです。濃厚で芳醇な旨味がしっかり効くうまいスープ。そんなうまいスープからリフトアップした麺は細麺ストレート。いや、この麺うまい。しっかりとしたコシに抜群食感、麺とスープとの相性が良く、麺がしっかりスープを引き連れ口まで運ぶと、口の中で魚介の出汁の旨味と香りが口に広がり鼻に抜けていくのが分かります。そんなうまい麺を追っかけるように再度スープを捨てき、この黄色さんの中華そばめちゃくちゃうまいよねっていうことを再確認した後は、はい、チャーシュー、このチャーシューめちゃうま。若干の肉質で柔らか食感、脂身の旨味と肉質の旨味を感じます。そしてこちらのメンマもコリコリ食感でちょうどいい肉感のあるうまいメンマ。そんなうまいチャーシューとメンマ、麺を箸で一緒にキャッチして口の中に放り込むと、いや、これがうまい。チャーシューの旨味、メンマの旨味、そして麺の旨味、三味一体となって口に広がります。次は海苔とともにチャーシューを食らっていけば、チャーシューの柔らかさと海苔の磯感、麺に引きつられてくるスープの旨味が口の中に広がり、これめちゃくちゃうまい。というわけで中盤から終盤に差し掛かっても、この黄色さんの中華そばにドハマりしながら、没入しながらじゃんじゃんバリバリズルズルと麺をすすり、最後の一口の麺をすればスープにしっかり浸したこちらの味玉を一口でパクリといただきます。この味玉うまい。都の城のブランド卵黄身恋卵を使用、半熟具合がちょうどよくトロトロと黄身が溢れ出てきます。残して食べました。いただきましょう。もう食べますからね。おい飯、おいスープお願いします。はい、お願いします。はい、少なくないですか。いや、少ないですから、もともと少ない、少量で。半ば強引にトールさんに追い飯追いスープをオーダーしたところで、スープを飲み干していきましょう。そんな元祖東京まぜそば黄色さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。今回も会員完食です。完食してる。あ、いいですか。はい、じゃあ入江さんに協力してもらって、まずは追い飯。ちょっと満点満点して、おー、美味しそう。ちょっと一気に追いスープまでいっちゃいます。
卵入ってます。卵入ってますね。見た感じがこれ美味しそうっすよ。いいっすか。美味しそうっすね。ご協力ありがとうございます。うん、食べやすいでしょ。意外といけるでしょ、うん、意外といけるこれ。さあ、飲食しないトオルさんが未知の世界を入り口まで行っちゃいました。おいスープまでですからね。おいスープ。あ、うまいでしょ。これだけでなんか別メニューって感じなの。スープが入ることで、うん、味変しながらもおいめしくれて、なんか糖水チップな感じの。そうそう。受付のお願いいたします。二度も三度も。ああ、うまいこれ。二度も三度もしながら、最後まで飽きさせず。うまいよ。これは完食するぞ。あんだけ、いや俺私いいですわとか言ってた人かな。行くぞこれは。やっぱりうまいのも大丈夫だねこれは、うん、はいよー完食です。おーよかった。鹿児島市からもちょっと遠いくらいの距離の都の城市、鹿児島にはない美味しい一杯を食べに行っていただけると嬉しいな。評価ボタン、チャンネル登録お忘れなく。よしよしよし、美味しかった。あ、うまかった。ありがとうございました。ご参加ありがとうございました。よし、あ、美味しかった。はい、はい、ということで、はい、東京まぜそば黄色さんに来ましたけども、はい、まぜそばどうでした。いや、連食でちょっと厳しいかなと正直思ったんですけど、ペロッといっちゃいましたね。やっちゃいましたね。やっちゃいましたね。未知の世界だけど、いや、麺もちもちだけど、こう味もすっごく食べやすくて、はいはい、んで結構スイスイ入って、お酢が4種類もありますからね。そう迷っちゃいましたよね、はい、で最後あの追い飯にスープがちょっと初の感覚というか、はいはい、ですよね、うん、なんか雑炊みたいな感じになっちゃって、うんですよ、はい、それもスルッといっちゃって感じしちゃいました、はい、もう最初から最後までね、飽きさせないようなまずそばでしたけども、はい、でした。はい、中華そばの方もですね、はい、これめちゃうまくてですね、なんかそうですよね、スープちょっと飲んでしょ、はい、どうでしたスープ。いや、スープすっごいなんか混ぜそばとまたこう究極の対抗っていう感じの、あーって味わい深い す,、ね、すごい、はい、透明感なんです。しっかり出汁も効いてて、聞いてましたね、醤油の香ばしさがあって、うん、で深みのあるコクがあるやつ で,、はい、で麺がですね極細麺で結構ねもちもちしててうまいんですよ、はいはいはい、あー、なるほど。でチャーシューもすごく美味しくて、はいはい、肉質と脂身のバランスが良くてね、はい、あのすごい柔らかいチャーシューでうまかったです。ペロッていっちゃいましたもんね、はい、ペロッていきました。はい、でした。トールさんどうですか、ここの黄色さん鹿児島の方におすすめですか。いや、おすすめですね。あの最後の追い飯スープは一度ちょっと味わってほしいですね。あ、そうですね、特に、はい、でもまあ鹿児島市内から 1時間半ぐらいで来れるのかな。そうですね、近いですもんね。近いっちゃ近い宮崎の都の城なんで、はい、ぜひ食べに来ていただければなと思います。すごいできたばっかりの綺麗なお店 で, そうで、ね、スタッフさんもすごい元気になっていい感じでした、はいはい、じゃあ帰りましょうか。はい、帰りましょうか、はい、じゃあ気をつけて帰ります。はい、じゃあね ー, ー, はーい、 OK です。はい、じゃあ気をつけて。現在広告主を募集中です。気になる方はお問い合わせ、入江県の各 SNS の DM でお願いします。